確かにね。そうね。じゃあなんでナノさんはあんな独特すぎて誰にもできないような譜面、運指作るのにって。こっちが聞きてえ。そんななんか、アホみたいな運指を組んでるつもりはないんだけどな。自分で一番安定すると思って組んでるつもりの運指ではあるんだよ。一応ね。さっきの開発の話に戻すと、まあ知り合いでもこうゲームをやる側の人間から作る側の人間に移っていったっていう人は何人ももちろん見てるんだけれどね。自分はそういうところは、会社の説明会とか、その入社のところとかも全然行かなくて。あ、でも一社だけ会社説明会行ったな。興味本位で。受けなかったな。1ミリぐらいだけ後悔してるけど、まあそれでも、将来のことはいろいろ考えるよね。おっさんになってる、マジで将来のことを考えている。初めて受け渡しができた。さっきから苦しい運指してたよ。よし、オッケー。いいね。なんやかんや、やらせることの単純さ。あー、そうなのかね。取れねー。これでよろしい。ナイス。いいね。